はい、どうも J チャンネル J です。今回はですね、原稿館するときにこう使いますよね、ワインダーって言うんですけど、これについてね話してみたいと思います。そんなね3日に1遍ぐらい弦を張り替えるんじゃないので、そんなには必要ないんですが、ただワインダーが、この電動ワインダーが欲しくてね、いろいろ調べてみたんですよ。そしたらね、いろんなことが分かったのでね、一応レビューしてみようかなと思ってるんですけど、一番最初目に入ったのはアニーボールのやつでね、この黄色と黒のやつで、色違いもあるかな、赤のもあるんだけど、これがね、パワーペグというやつで、3,500円ぐらいするやつでね、これが良かった。評価見てみたらちょっといまいちな評価があったんですけど、まあ、値段的にはまあ3,000円ちょっとぐらいで買えるということだったんですけどね。このアニーボールのやつと、もう一つはね、心がガンガン動いたこのローディーのやつでね、新しくなってローディー2ってやつで、電動ワインダー&オートチューナーという、これが心が動きましたね。ただ値段が 16,740円、これちょっとね無理ですね。難しいですね、これ高いもんね。ただこうやるだけで、ね、自動でチューニング合わせてくれるわけですね。これはちょっと心動きましたね、これはね。であとね、ちょっと気になったのが、パラティスというとこから出てるペンギンという、電動ワインダーなんですけどね、これはブリッジピンが通るやつがついていて、あとカッターもついていて、そして電動ワインダー、これ USB の充電になってる、充電でこもっていくので、これはいいなと思ったんですが、前も紹介しましたがね、4,800円、5,000円近いのに、これがタダでもらったやつでしょ、5,000円近いのでどうかなというふうな感じなんだったんですが、これちょっとね、お借りすることができて、ちょっと借りて使ったことがあるんですよ。そうしたらなかなか快適だったんですね。何が快適だったかというと、やっぱりね、こう弦を張ってそれから持ち替えてやるとか、こういうふうなやる操作があるでしょ、操作があるのを電動でやるとなったら、これね、本当ね、綺麗に巻けたんですよ。ちょっとこれ見て、手でね、こう巻いたやつ、どうしてもこうロスが出るんだけど、すぐにザーッとやるとね、綺麗にね巻けた。これはやっぱり電動ワインダーのこれはねメリットですね。ムラなく巻けるということはチューニングも狂いにくいということなんでね、非常にこれは電動ワインダーはいいなというふうに思いました。はい、ということでね、私 J が選んだのは、これかさあどれでしょうということになったんですが、CM の後でちょっと滑りましたね、滑りました、ちょっと初の試みで滑りましたが、J が選んだのはですね、じゃん、こちらを選びました。これね、ダダリオ系列から出てるかな、これなんかワーブスというやつなんで、アタッチメントで、これは条件があります。電動ドリルがある方はこれ1000円ちょっとです。今1060何円かな。これどういうふうにやるかと言いますと、はい、こういったですね、電動ドライバーがありますよね。ここにですね、こう六角のつけるやつがあります。六角見えますか。六角でないとダメなんです。六角でやってこういうような感じで、これと同じような電動ドライバーでこれができるということが分かりましたので、結局これで買いました。なぜこれにしたかというと、僕は電動ドライバーを買ったんですよね、新しいので。何がいいかというと、この電動ドライバーはね、普通の安いやつじゃなくてかなりいいやつなんですけど、これが持っている人はこれの方がいい、これで買えばいいでしょ。1000円だから、1000円ちょっとだ、これでいいんじゃないですか。で、なぜ、ちょっとこれね、ライトが出るんだけど、見えますかね、これ。なぜこれがいいかというと、こういう風な感じで、ほら、こういう感じでね、ほら、ゆっくり巻くこともできるんですよ。普通のやつはね、一定の巻き心地でこういう感じで巻くので、結構巻きすぎることもあるんだけど、このいいやつのね、電動ドライバーだったら、こういう感じ、ほら、最初はギューッと巻いておいて、ゆっくりこういうふうな感じで、この指の加減でこうできるわけです。あともうちょっと、これがね、これ持ってるんだからこれ買えばいいという感じでこれを買いました。こちらですね、エレキもできるし、エレキもちゃんとできますしね、ゆっくりできますし、アコギもできます。この注意点は、締める方向の右回りの時には緩むわけで、逆回りネジを緩めるときにこう
閉まっていくのよ、フェイクはね。そういう感じです。だからこれだけは注意してればいいです。プラネットウェーブスというところから出ているダダリオ系なんだな、型番はこうで出してますので、これよかったらこういったのをね、ただし六角の、電動がないとダメ、ぜひ参考にしていただきたいと。これはね1000円ぐらいだったらいいんじゃないですか。これ合わせてねやればすごく楽ですよ。綺麗に本当に巻ける。あの一定にこうグーッとこう一定のこうねバーッと回っていくとやっぱ綺麗に巻けるんで、これはあのメリットがありました。電動ワインダー、はい、今回はね電動ワインダーのまあ話をしましたけどね、もしよかったらまたね、コメント欄なりまたいただきたいと思います。 J チャンネルでした。またあのいろいろね、レビュー動画とか、解説動画とかね、いろいろやっていきたいと思いますので、またよかったらチャンネル登録してみてください。ではまた。